何本目の、マリカか忘れましたけど。今日あと1時間半か。今日スマホたちもね、充電してるんで、まあ、あと7時になったらちょっと出かけて、まあ、銀行振り込みして、で、浅草線乗ってって感じで今日はしたいんでね。ちなみに 200cc って冷凍どんくらいいったら出るんですかね。ちょっと 200cc もやってみたいなと思うんですけど。このクラスはそうですね、全然嫌いじゃないんで。そうね、フルゲートだとしても目指せ4位かな、個人的には。あ、ごめん、危ねえ。バナナ突っ込んだかと思った。ん？なんか、何が起きた？無理だ。ちょっとコーナーかけない、早すぎましたね。お？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 ちょっと FB 公演から間に合わなかった。誰だね、FB 持ったクズ。あいつか？まあいいけど。キノコか。ちょっと待って、コーラいる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 。待って、FB いる、FB いる、FB いる。とりあえずわかんないけど。あれ、俺の部分はどこ行った？なんか消えちゃったみたい。まあいいや。3か。多分この後そうね、サンダー振って、デスコンされて、切れて。ん？もう何が起きたの？お、びっくりした。何今のラグみたいなの全然わかんないんだけど、どういうこと？なんか出たり消えたり。意味がわからん。これが国際試合のラグっすかね。とりあえずサンダーフレ、今すぐにサンダーフレ。どっちにしても5位だから、まあそうね、ベスト4を目指すぐらいで。間に合わないっすね。そう当たんなかったか。まあ6位ならいいや。でもね、今回ちょっと前張りしちゃったんで、本当はもうちょっと後ろから来たんですけど、結構あの辺のやつらがデスクンし合ってて、そうね、完全に後ろから来すぎたんで、まあそれ悪い位置に先着してるから、まあ上出来っすね。じゃあマリカスタジアム一択でしょ。でも縛りってどんなコースだっけ？忘れた。ネオカッパシティはないな。あ、でも結構いるんだ。2人か。3、あ、2人か。なんかこれでマリオスタジアムだったらちょっと申し訳ないな。ドンキージャングルか。そうね、3DS 買ったからこいつだけはよくわかるんだ。ドンキージャングルか。 150cc か。だったらこれでいいや。なんか今スマホが結構光った気がしたけど、気のせいか。戦闘集団があそこ飛び越えたら一気に行きましょうかね。下巻きちゃった。後ろスターは一人か。いや、スターが遅いから、前行っちゃう。
なんだこのラグすげえ怖いんだけど。タイムアップされるのは怖いな。あいつ殺す、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 今何に当たったのか分かんない。あいつ日本人か、OK。とりあえずあの日本人ぶちのめそう。なんか腹立つ。意外と思うんだけど、俺もそうなんですけど、スターで無理に人に突っ込んでくのって日本人が多いんですよね。意外とね、海外の人に俺スターで突っ込まれることないんだよな。ごめん、それは俺が悪い。ダブられてみること一気に突っ込んじゃった。あのクズどこ行った？あのコパッチャだかオパッチャだかみたいなわけわかんねえ名前の人。うわぁ、ここで金機能か。ちょっと待って。ここで行くしかない。あいつスターのやつよく戻ってこれた。ちょっとスターの人当たったらごめんね。うわ、ちょっと待って、やべ、ご両親行った、ご両親行った、ご両親行った。もうね、さ、他の人からアイテム奪ってくるのにさ、緑単品ってやめてくんない？せめてバナさんにして。緑単品だったらせめてバナさんにして。行くしゃ、悪いじゃん。もしスターに突っ込まれたからドキッとしてた。なんで突っ込んでくんだよ、あのクズ。あ、しかも夜にってあのクズじゃん。うわ、絶対あいつだけなのかさ、あいつだけなのかさ、間に合わないけど。多分間に合わねえか。うわ、間に合わなかった、くっそ。とりあえず次、あいつ絶対殺す。あいつだけはマジで殺す。思った、意外と言うこと失礼かもしれんけど、悪い字使いがクズ多いかもしんないね。きついね、言うかもしんないけど。まあ、俺、悪いを使っててクズですけど。とりあえず、チンチンだかチンチンだかなんかわかんないけど、あいつ殺そう。これは一択しかないでしょ。ああ、まだあのヘンテコマンションじゃないからよかった。このヘンテコマンションにする人の人間性知りたいよね。2424ローヤとフルゲットか。なんかこの紫の人何かに似てんな。何だろう、何かに似てる。何これ。うー、終わった。これは無理だ。とりあえずスタート直後にぶつけてやろう。で、アイテム邪魔してやろう。あ、しかも寄るって真反対か。あ、でも左にいるわ。今回はそうね、前張りしてこいつ悪い人見殺しやねえ。はい、どけ。邪魔してやろう。あいつどこ行った？後ろにいる？あ、いなかった。あ、ここにいるか。うわぁ、最悪。これさ、救うのがとろいんだけど。何仕事してんの？名前忘れた。あ、ジュゲムか。たまにジュゲムの名前飛ばさけるんだよな。しかもさ、あの黒ヨッシーがさ、めちゃくちゃ後ろにいるのが怖いな。このスター保持でいいな。多分次のヨッシーのアイテムの位置考えると、ギリギリ間に合うと思うんだよな、ここは。あぶね。ごめん、スターに抱かれたくないから、使っちゃった。かまぼこか。この順位です、トリプルだもんな。何に当たったのか分かんないけど、なんか見えない何かがいるんですかね。よし、あいつ殺す、あいつ殺す、あいつ殺す、赤コラ、赤コラ、くそ。うわこれやばいかもな。間に合うか。あ、こっち、あー、なるほどね。それちょっと、お前らと、うわぁ、ちょっとダメかも。かまぼこそっち行ったら、こっち行くか。今何か俺のとこ飛んでこなかった、今。何か分かんなかったけど。なんかキラーらしき音が聞こえるけど、気のせいかな。とりあえず、あのクソ野郎どこ行った？あそこか。落ちる、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 地獄に、なんつって。赤コーラ俺か。まあ、リカバリーできるからいいけど。おい、邪魔だよ、てめえ。誰だこれ、死ね。危ね。また落ちそう、落ちそう、落ちそう、落ちそう。だから、ニンニン道場嫌いなんだよ、ほんとにさ。
マジニンニン道場だけは本当に嫌い。ここ走るんだったらね、マジなのスタート直後に15秒止まってたから絶対ましたわ。あさ、すっごい角度でアコーラ飛んでかなかった。めちゃくちゃ、あー、これ落ちるんだ。ね、本当にジュゲム飲むのしんどいんだけど。マジでジュゲムが無能説。これ絶対間に合わねえじゃん。間に合ったら奇跡中の奇跡だけど、もう間に合わないでしょ。サンダー振ってドットコッショー、チンポコッショーしかねえよ。なんかそのさ、サンダー振って言ってた瞬間に振るのやめてほしいんだけど。まあ、いや、とりあえずどっちみち間に合わないんでご了承していこう。あのドイツの人同じ人だったんだ、ポグラなんとかって人。あれ黒吉って後ろにいなかったっけ、いつの間にか。まあ、とりあえず俺は次あのまたあのチンチンだかなんか殺すかな。じゃあツルツルツしたかな。俺は粘着したらその人が抜けるまでマジで粘着しますから。これさ、コインの枚数ってこのアイテムいいの出る出ないに関わんのかな。間に合わない、多分間に合わないよな、あれ今。ん？待って、なんか早くね？気のせいかな。いや、そうでもないか。あ、そう、そうでもないっすね。ここ200だったら一気にグワッて下ってくんで、150か。ちょっとあのチンチンどこ行った？おった、怒る来た。ちょっと待って、なんでかまぼこにブーメランしてんだよ。ほっほっほっ。やべ、赤コーラ来てる、赤コーラ来てる、赤コーラ来てたー。あ、で、やべ、やっちゃった。ごめん。この赤コーラは保持でいいかな。別に無理して投げる必要もないし。どうせ誰かあれでしょ、キノコ勢で抜いてくるやつらがいると思うんで、そいつらにぶつければいいと思うし。ああ。ここは距離縮めるのが成功法っすね。何やってんのあいつ。壁にごっつんこし、危ねえ。一応これ青コーラが来てもいいように少しは離れるつもりだけど。青コーラより先にサンタ来そうだ。当たんのかよ、あのブーメラン。マジかよ。当てるつもりはなかったよ、俺も悪いけど。当てるつもりはないで適当に前にやっちゃっただけなんで、あれ申し訳ない、ごめんなさい。青コーラだけは来んな、青コーラだけは来んな、青コーラだけは来んな、赤コーラだけは来い。緑コーラグルーで赤コーラの方がいいや。なんであの GPS 機能好きだから、 GPS なんつうの、粘着質。たまに名前書かないんだよ。追尾機能か。ね、あの追尾機能を粘着室っていう人俺ぐらいだろうね。前にいた人どこまで落ちた？なんかわかんないけど、誰にやってたっけ俺。なんか悪い人、魔法使いじゃなかったことは確かなんですよ。だったらレインボーロードかな。
まだコース選んでない、誰だ。多分この黒人っぽいのと、ぐらいか。多分ランダムで確定っすね。ランダムが何に化けるかか。まあ、ミラーじゃないなりや。次、誰に当たった？あ、俺が嫌いな魔法使いがざまみろしねえ。って言いながらコインが全然取れてない。危ねえ危ねえ危ねえ。ゼルだてめえ、こんな野郎。一緒に突っ込んでくんじゃねえよ。まあいいや、どっちみち後ろから行くのが好きだし。多分曲がりきれねえ。うわ、なんとか合流し。まあシングルか。ちょっと今、あ、ファイアボールか。何か分からなかった。なんか前の人たちがカコラで被弾したなと思ってそれに見劣りしてた。 FB に気づかなかった。まあ7位8位なんで、まあ多分シングルは絶対出るんで、あ、スターか。じゃあそこに取っときましょうか。うっそー、アイテム取れると思わなかった。うわ、間に合わねえ、終わった。この先アイテムな、あ、でもすぐあるか。ちょっと待って、なんか赤コラらしき人がいたんだけど、あれ、キノさん？どっちかわかんないけど、なんかデスポーン、ぶん回してる人いたで、ごめん、ケツに突っ込んじゃった。うわー、うまい。とりあえずいいや、ダブル回収して。でもここ一気に行ってもろくなことないんだよな。あ、ごめん、それはごめん。あんた、逆に来ちゃった。嫌がらせに当てに来るかなと思ったけど、はい、終わった。終了のお知らせ。いや、後ろに一人なんかいるわ。最後、FB はそれ前に投げましょうね、普通は。常識的だぞ、今のは。まあまあ8位ならいいや。29,950-4か。29,950-4、在庫あるか。29-590。あれ？間違えた、クリーム品番。29の。あ、950か、間違えたわ。29-950。9番しかないんだ。どっちみち在庫がないのね。了解了解。じゃあどっちみち買わなきゃダメか、本体ごと。あ、動画切り替え載せてた。しかもそれがよりによって俺が嫌いなグラグラ火山か。これ前張りしてもいいことないし、後ろから行ってもそうね、上がってる最中でサンダー振ったらデスコンされて一気ゲロだし。あれ、これミラー臭くね？俺やべ、ちゃんと画面隠し、これミラーじゃね、もしかして。
うわー、今何やった？あ、これね、やっぱりミラーだ。確かここ普通は右に曲がるはずなんで。やっぱりこれそうですね、ミラーっすね。うわ、俺このコースのミラー嫌いなんだよな。ここいつもの癖で飛び出しちゃうんで。あいつに一発当てたい、あいつに一発当てたい。やべ、落ちる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 、逆半切った、逆半切った。シングルか、まあ弱くはない、いいなぁ、よかった、シングルで。やべ、待って待って待って、それはまずい。イカスミ反対、イカスミ反対、暴力反対。暴力は俺だ、危ねえ。うわー、そのスターは、スターじゃない、キラか。もうダメだ。滑舌が、俺じゃねえ、もしかしてこれ、俺だよね。ほんとにさ、なんで7位でさ、赤コーラ引くなよ。せめてサンダー引きよ、サンダーだったら怒んねえ。赤コーラ切れるよ。ちょっと待って、チンチンなせ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 。よし、死ねえ。あの時のファイアボールの裏めちゃボケ。いつのファイアボール?2、3試合ぐらい前ですね。あべ、逆感切った。あ、待って、コースかかんない。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 やばい、やばい、やばい、ちょっと待って。ガロッタ、ガロッタ、ゲロッタ、ゲロッタ、やばい、失敗した。やばい、アイテム取れない。アイテム取れない。うわー、カコラ死ない。あいつ殺す。次、あいつ殺す。次、あいつ殺す。なんでこれでさ、よりによってさ、うわー、なんで俺のミドルコラ取ってくの?嘘でしょ、防御アイテムなくなったんだけど。これで赤コーラ来たら俺終わりなんだけど。よかった、来なくて。とりあえず、チンチ俺の後ろ。前だったらショックなんだけど。はい、ザマミラー。FB の裏見ちゃった。で、俺にさ、あの赤コーラ爆散してバカだれ。よいしょ。だからコーラか見えねえんだけど、なんかぶん回してるとしか見えねえんだよな、たまに。まあまあ、キノコ4つか。サンダーサイ、うわあいつ。スマブラゴミか、かわいそうだな。俺、スマブラ持ってないんですよね。まあ、スマブラ単価としか俺、全然書けなくて。まあ、昔 DSJ でちょっとやってたんですけど、3D ですか。おぶね。赤コーラよけてくれてよかった。多分これサンダー、あ、でもそんな団子か。待って、ボムヘー。やべ、ここで。ちょっと待って。わかった、急ブレーキかけて。まあね、悪い字がちょっと抜けてんのか、頭一個。
このバカ多分これ爆散しそうだな。ちょっと車線に入んやるだけしたいんだけど。あ、撃ったかも。あ、やべ。事故った、まあ、いいや。多分サンダー降るんで、あれは相手も保持しても意味ねえ。多分サンダー降ると思って、なんでお前からもらわなきゃいけないの。サンダー来い、サンダー来い、サンダー来い。オッケー。サンダーマジで来い。落ちる。ごめん。俺が頑張ったせいで後ろまで突っ込まれちゃった。もう一発サンダーないかな。あるとしたら、ここ。あ、ねえや。いや、多分来るかな。ちょっと待って、今サンダーはマジやめてよ。俺がアイテム取るから。7位か。ちょっと微妙だな。まあ、そうね。多分、俺と一緒で何人か、打開勢がいるはずなんで、まあ、そんなに上がれないかなと思いつつ5位か。そうね、全然ポイントがプラスになっていく一方なんで全然いいや。じゃあ一回動画切りましょうか。